皆さん、こんにちは。岡三証券投資情報部、福島です。投資情報部、大島です。本日はお忙しい中、えー、ズームセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございます。今回のウェブセミナーは、新技術の普及を目指し、世界で広がる設備投資と題しまして、 えまず前半はですね、2024年の設備投資における注目点について大島から、後半は注目銘柄について私福島からご説明させていただきます。それではお願いいたします。はい。 まずですね、2024年の設備投資を見る上で注目したい3つの点につきましてお話しさせていただきます。1つ目が AI や EV 向けの投資が拡大しているということ。2つ目が倉庫の自動化に対する期待ですね。3つ目としましては、設備投資というとロボットに関連する銘柄などが動いてくるんですが、そのロボット市場の動向についてお話しさせていただきます。ではまず1つ目の AI や EV 向けの投資についてお話しさせていただきます。まあ、今ですねあの AI に対する期待であったり、あと ev ですね。まあ、新しい技術が今後どんどん普及していくのではないかという期待が、株式市場の中でも注目されております。でもちろん、新しい技術を普及していく過程でですね。まあ、それに対応して、設備であったりとか、あとですね。それを生産するための拠点を整えたりとか、まあ、そういうことをしていかなければいけないと。まあ、その過程でですね。設備投資関連銘柄にとっても、まあ、業績に対して追い風が吹いていくので。 でではないいかという点で注目が集まりつつあります、まあ、特にですねこちらえまず左側のスライドスライドの左側を見ていただきたいんですが、まあ、こちら世界の半導体市場規模の推移でございますでこちらですね2023年の推定では少し今落ち込むような見通しとなっているんですが、まあ、2024年に関しては再びですね過去最高水準を更新する見込みとなっております、まあ、前年同期 前年比で13%増、市場がですね、拡大するような見込みとなっております。実際、足元ですね、半導体の売上高というのも回復傾向にございまして、3ヶ月平均ですと、2023年11月にですね、一旦16、 かヶ月ぶりに、まあ、プラスに転じるような形となっております。まあ、半導体特にですね、2024年と言いますと、まあ、今まで落ち込んでおりましたメモリ向けのところ、まあ、メモリというのはですね、まあ、半導体の中でも、まあ、人間っていうならば脳ですね、計算処理等を行う、まあ、記憶を行う、まあ、メモリやロジックのところですね、まあ、こちらが引き続き、成長していくというような見通しとなっておりまして、まあ、それに向けた設備投資も今後、一段と積極化していくのではないかというような期待に繋がます。 がっておりま,すまた、新しい技術といたしましては、電気自動車、EV の動向というのも見逃せません。 と言いますのも、え世界の EV 市場、こちら右側のグラフ見ていただきたいんですが、まあ、年率およそ10%で成長していっております。2028年にはですね、9000億円を超える見通しであるということから、9000億ドルを超える見通しであるということからですね、まあ、その市場の拡大に対する期待というのが高まりつつあります。まあ、実際ですね、まあ、EV と言いますとまだ少し先の技術のようなイメージもあるんですが、まあ、2023年 11月にはアメリカのテスラが、まあ、ピックアップトラック。 EV 型の、e、の納入を開始したりとかあと、トヨタもですね、2026年までに新しく10社数、10社種ほどですね、EV を納入する予定であるということを発表していたりと、今後ですね、EV 事業の拡大に対する期待というのが高まりつつあります。また、中国の方では一足早くにですね、EV 大手の BYD が様々な価格のラインナップを揃えることによってですね、世界で販売台数を伸ばすような形となっております。 まもちろん、今ある車がですね、いきなりすべて EV に変わるというわけではないんですが、まあ、既存の技術から少しずつ EV に関する技術へと移り変わっていく過程でですね、まあ、設備投資にとってもですね、えー、今後、需要が拡大すると言われています。まあ、特に EV の車というのは、ガソリン車と比べて少し機体が重いと言われています。まあ、そのことから、それに対応した生産ラインであったりですね、まあ、それに採用した部品というのを今後、 作っていかなければいけないと言われてます。また今後各社ですね、コストを削減していく過程で、まあそもそも作り方を大きく変えてしまおうというような見方も出てきてまして、まあ今までですね、一つずつパーツを組み立てて作っていた作り方から、まあギガキャストといってですね、あの、大きな 鋳造するような形でですね、型に流し込んで作るような作り方へと変わっていく見通しも立ち始めております。まあ、こういうふうにですね、技術が大きく変わっていく過程で、まあ、それに合わせてですね、設備も変えていかなければいけない。まあ、それに伴って、工場の自動化であったりとか、あとその工場を建てるために必要な研機であったりとか、まあ、そういったところに追い風が吹くような形となっています。また、二つ目の注目点といたしまして、倉庫の自動 どうかにもですね、えー、注目したいです。と言いますのも、これは特に日本に言えることなんですが、まあ、日本ですと、えー、2024年4月からですね、まあ、トラックドライバーの時間外の労働の上限がですね、決まって、 おりますでそのことからですね、まあ、2024年問題とも言われるんですが、えー、物流、まあ、運ぶ荷物の数が今後少なくなってしまうと、まあ、それによって2024年は今と比べてですね、まあ、14%ほど輸送力が 落ちるのではないか。で、さらに2030年には34%輸、えー、送力が落ちていくのではないかと言われてます、まあ。いわゆる物が運べなくなるリスクというのがですね、今対等しつつあります。まあそうした中で、えー、2023年6月には、まあ、政府が、えー、物流革新に向けた政策パッケージというのを打ち立てております。で、ここでは主に3つのポイントですね。一、まあ、つが週刊行の見直し。 で、もう一つが物流の効率化です。えー、最後に、荷主消費者の行動変容についてですね、えー、概要をそれぞれまとめたんですが、まあ、その中でも特に2番目のところですね、まあ、人の行動を今すぐ変えることであったりとか、あとその人がもともとですね、あの、イメージとして持っていたものを大きく変えるというのは難しいことなんですが、まあ、設備投資であったりとか、あとデジタル化の推進というのはわりかし早い段階で組み入れることができますよね、と。まあ、そういうい 中でですね、この物流の効率化に関する企業っていうのが、まあ、今後注目されていくのではないかと言われています。まあ、特にですね、日本の方。 有効求人倍率自体は、えー、足元ピークを打つような動きにはなっているんですが、まあ、人手不足問題というのもまだまだ根、ね、強い状況です。でさらに足元は、まあ、コロナ禍を経てですね、再び経済が活発化する中でですね、まあ、例えば、えー、外国からたくさんの旅行客が来ていると、まあ、それに対応するための人が今不足しているというような問題であったりとか、まあ、新しく半導体などの技術は出てきているんですが、まあ、それをですね、設計したりとか、 とかま製造したりする過程でですねキャパシティが足りなくなってきたりとかまあ、そういった問題というのも、えー、それぞれのところで出始めております。まあ、その過程でですね、えー、できるだけ人の手を借り ずに、まあ、自動化できるものは自動化していこうというような動きが出てきているということで、まあ、倉庫自動化関連のところにですね、改めて注目が集まるような形となると見ていますまた最後の注目点といたしましてロボット市場の動向にも注目したいです、まあ、設備投資と言いますと、まあ、特に日本に関してはロボット強みを持っている企業が多いです、まあ、そのことからロボット と市場の動向というのは非常にですね、敏感に、えー、注目されるような形となっています。まあ、その世界のロボット市場規模の推移見ていただきますと、まあ、意外とですね、えー ここから先に関しましては、サービスロボットが中心に拡大する見通しでございます。まあ、すでにですね、右側の2024年の産業別のところですね、まあ、こちら見ていただきますと、メディカル系、医療系のロボットですね、ダビンチ等の手術用ロボット、 などのですね、まあ、医療向けのところが、まあ、実際にシェアとしては大きくなってきていたりとか。あとはですね、直近、えー、外食など、まあ、レストランとかに行くとですね、よく、まあ、猫型のロボットが、えー、いろんなものを配膳するような場面、えー、目にすることが多くなってきているかと思います。まあ、そういうふうに物を運ぶロボットであったりとか。あとですね、まあ、本日、えー、先ほどニュースのところではですね、アメリカの封筒デリバリーであったりとか、あとタクシー関連の大手ですね、 え、ウーバーがですね、今後、まあ、日本のところ、一部の都市で、えー、ロボットを導入して配送を自動化していくというような実験に踏み切るというような話も伝わってきております。まあ、こういうふうにですね、ロボット、今までは工場で働くロボットというのがイメージとしてあったんですが、まあ、そこからですね、人と共存していくような動きというのも、ロボット市場の中で変化として見られ始めております。まあ、その過程で恩恵を受ける企業なども、まあ、出てきておりますので、まあ、改めて中 注目が集まるような形になってきていると考えております。まあ、こういうふうにですね、まあ、設備投資関連さまざまな。 局面からですすね2024年に関してては注目が高ままるようなな形となっておりますもちろん、世界的に景気に対する不透明感であったり、特にですね、ロボットなどもそうなんですが、中国向けに輸出としてですね、拡大している企業が多いということもあって、中国景気の動向に対する不透明感が、業績に重しになっている企業というのもたくさんございます。ただ、企業のコメントの中にも少し最悪気を出したような ようなコメントが目立ち始めているということで、まあ、今年1年通してですね、少し技術が変わっていく中で注目できるテーマといたしまして、まあ、設備投資関連銘柄面白いのではないかということで、最初にですね、全体的な統括についてお話しさせていただきました。 では、ここからはですね、じゃあ具体的に各国どういった銘柄が注目できるのかということについてですね、福島の方からお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい。それでは、ここから5銘柄ご紹介したいと思います。まず、1銘柄目が銘柄コード6383大福です。 こちらですね、保管や搬送システムで世界周期級でして、まあ、例えば空港で荷物を運ぶベルトコンベヤであったり、車の洗車機などですね、物を動かすマテリアルハンドリングに強みを持っています。足元では EV 関連投資や旅行回復を追い風にですね、自動車生産ライン向けや空港向けといったところが好調に推移しているほか、 北米の一般製造業や流通業向けで、原材料や人件費のコスト増の価格転嫁が進展したことで、今期ですね、24年3月期、通期の営業利益以下の通期計画を情報修正しています。受注高に関してはですね、半導体液晶生産ライン向けを前倒しで受注した半導で、前年同期比で25%減少というふうなことになっています。 23年3月期末のですね、豊富な受注残高に対して、24年3月期の売上高の伸びが小さい、主な理由といたしましては、案件の大型化によるリードタイムの長期化といったところにありまして、来期ですね、25年3月期は、これらの売上計上に期待が高まります。製造装置関連といたしまして、当社はですね、半導体や液晶製造で不可欠な クリーンルーム向けの保管や搬送システムを、えー、世界の有数のメーカーにですね、数多く納入しております。えー、直近ではですね、えー、先端半導体向けの自動搬送機を開発しています、えー。今回開発した搬送機は、半導体を製品に最終加工する後工程にも対応しています。 えー、後工程はですね、えー、人手がかかる作業が多くて、えー、これまではですね、アジアの拠点などで手掛けられることが多かった、えー、工程です。ただですね、えー、アジアの人件費の高騰であったりとか、あと半導体製造の、えー、国内回帰をですね、背景に、えー、日本国内の半導体メーカーなどでは、半導体の前工程から後工程までを一貫したですね、えー、生産体制を構築するという機運が高まっておりまして、 当社のです、ね、新製品の国内での需要など期待されそうです。続いて2銘柄目が、銘柄コード6506安川電機です。こちら、産業用ロボットの大手メーカーでして、主力製品の AC サーボモーターだったり、インバーターであったり、産業用ロボットなどはグローバルで高いシェアを誇っております。 えー、他にもですね、クリーンパワーであったり、食品や農業など、サスティナブルな社会の構築に向けた、えー、新たな事業領域の方にも、えー、展開を推進しています、えー。直近のですね、24年2月期、えー、第3四半期累計決算については、増収減益となりまして、えー、製造業全般における製品の高度化であったり、自動化であったり、といったところを目的とした、えー、設備投資が底堅く推移した一方で、 えー、半導体や電子部品向けの需要は、えー、調整局面が継続している模様です。えー、注目ポイントといたしまして、えー、新規自動化領域を開拓へというふうに書かせていただいたんですけれども、えー、と自分の字に立すると書く自立ロボットのですね、モートマンネクストを、えー、昨年2023年の12月に市場を投入しています。 AI やセンサーからなる自律制御ユニットを搭載することで、周囲の状況に合わせて自ら判断し、指示された作業を完結することを可能としているロボットです。決まった動作の繰り返しだけでは自動化できないといったような作業領域のですね、自動化ニーズにアプローチすることで、新規自動化領域の開拓というところを当社狙っています。 また、26年2月期を最終年度とする中期経営計画ではですね、顧客の経営課題の解決に寄与するソリューションコンセプト、i c u b e m e c a t r o n を基本方針として踏襲し、モートマンネクストなどを武器に提案営業を展開するとしており、ロボット市場全体のですね、成長に加えまして、当社独自の成長力の向上というところに注目したいです。 え続いてですね、アメリカ株でティッカーコード CAT キャタピラーです。えー、こちらはですね、世界最大の建設、鉱山機械メーカーでして、まあ、油圧ショベルであったり、ブルドーザーであったりの重機であったり、また産業用ガスタービンなどといったところを手掛けています。また株主還元にもすごく積極的な銘柄でして、サンド P500 の配当帰属指数の構成銘柄でもあります。 米国ではですね、インフラ投資雇用法の施行などもありまして、非住宅関連の設備投資が堅調に推移しています。住宅関連もですね、設備投資底入れ感が見え始めていることに加えまして、金利の低下なども加わればですね、住宅投資の改善が期待できそうであり、24年12月期以降の業績にとっても支援材料となると見ております。 研機に関してはですね、当社も引き続き弱めの見方をしている中国の底入れといったところがポイントになってくると考えておりまして、各種予想ではですね、中国の2024年の固定資産投資はですね、23年よりも改善するという見方も示されておりまして、これらのシナリオが現実のものとして試合入りしてくればですね、当社の業績拡大をより確実なものとすると見ております。 設備投資に関しましては、中長期的にはエネルギー関連に注目ということで、2022年5月に開催された投資家デーの場でですね、低炭素化や脱炭素化に向けたエネルギー構成への移行への対応や、デジタルや電化などのイノベーションのための投資を積極化するというところを重点戦略に追加しています。 実際ですね、IEA、国際エネルギー機関によりますと、世界のクリーンエネルギー関連の投資額は、2023年の2兆ドルから、2兆ドル弱から、2030年には5兆ドル弱まで達すると見られておりまして、まあ、当社の業績拡大を支えると見ております。えー、続きまして、えー、銘ーガラコ、ィッカーコード ROK、OK、ロックウェルオートメーションです。 こちらはですね、産業分野のオートメーション化やデジタルトランスフォーメーションを手掛けるファクトリーオートメーション機器の世界大手です。センサやスイッチなどのハードウェアから、品質管理システムなどのソフトウェアまでですね、幅広く提供しています。 えー、ロックエル・オートメーションはですね、M&A で事業の裾野拡大しておりまして、2023年には産業用自立移動ロボットの開発を手掛ける企業を買収しています。注目ポイントといたしまして、工場の精進化などを推進と書いてきましたが、2023年10月にですね、 生成 AI を活用した産業用オートメーションの設計や開発を加速するため、アメリカのマイクロソフトと戦略的パートナーシップを拡大するということを発表しております。 またですね、2023年11月に行われたイベントでは、産業用自立移動ロボットと当社の正常実行システムを連携して実行させるなどですね、精進化や作業の効率化に貢献するソリューションの拡大を進めており、今後もですね、工場の精進化などを推進するリーダー的存在となるというふうに見ております。最後、5銘柄目が、 えー、香港に上場しております、ティッカーコード1810の、えー、中国のスマートフォン大手、シャオミです、えー。注目ポイントといたしまして、ヒューマノイド、こちら人型のロボット開発というところを挙げさせていただいております。えー、中国ではですね、少子高齢化などを背景に、えー、労働力確保が難しくなることから、工場の自動化や精進化というところを進めており、 サービス用ロボット市場も急拡大しております。そのような中ですね、人間にそっくりな外見を持つヒューマノイド、人型ロボットがですね、注目されておりまして、2023年11月にはですね、中国政府は2025年までにヒューマノイドロボットの量産化を目指す方針を打ち出しております。 当社はですね、この分野に先行投資を行っておりまして、2022年にはですね、ヒューマノイドロボットサイバーワンを発表しています。ヒューマノイドロボットをものづくりの全工程でデジタル化、効率化を図る取り組みであるスマートマニファクチャリングについて、当社とアメリカのテスラがですね、真っ先に応用したというふうにメディアは報じておりまして、実際ですね、 当社も将来複数のプロジェクトで産業実証を行うといった方針を示しております。近い将来ですね、ヒューマノイドロボットの本格運用が見込まれる中で、まあ、先行優位性が中長期的に業績拡大へ寄与すると見ております。以上、私から注目5名柄の方をご紹介させていただきました。それではですね、いただいた質問にいくつかお答えしようかと思います。 さんお願いしまざ、ね、まあ、様々な質問をいただいているんですが、まあ、例えばえ設備投資の関連銘柄の中で特に注目できる分野はありますかということなんですが、まあ、福島さんどういった分野に注目してますか そうですね。私は、えっと、一番初めに挙げさせていただいた大福のようにですね、えー、っと、物を動かすマテリアルハンドリングうていったところに注目しておりまして、まあ、えっと、直近、えー、っと、すごく盛り上がっております。半導体市場だけでなくですね、いろいろな分野のところでこちら使われるものかなというふうに見ておりますので、私はここに注目したいです。 そうですね。マテリアルハンドリング、特に大福に関しましては、紙、ま、機、あのところまではですね、なかなか納期が後ずれしていたりとか、まあ、そういったところが模試となっていたんですが、まあ、その傍らでですね、実は EV 向けを中心に自動車の生産ラインが先ほど冒頭のところで今変わりつつあると申し上げたんですが、まあ、そのうまみをうまく取り込めているということを会社側が明言しておりましたし、またですね、大福の強みとしまして、まあ、いろんな分野 とにかく自動化でで携わってるんですね身近なところだと,、えー、と空港の荷物をベルトコンベヤーで流れてくるところとか、まあ、そういったところに携わっているので1、まあ、つの分野だけにこう絞っていないというのが、まあ、特に業績を分散させて、まあ、拡大していくという上でですね非常にうまくいっている会社でもあるんですよね。で私はですね個人的には産業用ロボットのところに非常に注目しています。まあ、特にですね 6506の安川が発表しましたモートマンネクストですねこちらあの AI をまあ搭載した自立運用が可能ということであの工場でロボットがいろいろといろんな工程をしていると思うんですが今までですね一つのロボットが例えば調子悪いってなったら一体全部を止めてでそのロボットを この取り替えるとか点検してもう一回動かすっていうところがすごい手間だったんですよね。まあそれが自分で自らあと少しであの調子が悪くなりそうだとか、あと他のラインのところが今遅れが生じてますよとか、まあそういったのが 自分たちの判断でできるようになってくると、まあ、それによってですね、一段とまあ効率化が進んでいくのではないかという点では非常にですね、まあ、注目を集めていく分野のなのではないかなと考えています。また生成 AI が、まあ、昨年開発 ないしですね、普及ないしですごく注目を集めたんですが、今ですね、各社、それを自分たちの事業に取り込んで、まあ、どこまで業績を拡大できるか、もしくはどこまで製品をですね、拡大していく、まあ、更新していけるかというところが話題になってます。まあ、その過程で実はロボットって、まあ、生成 AI を導入することによって、まあ、会話であったりとか、まあ、行動の中で自ら、自分からいろんなことを学習していて、 まあそれでより人間に近くなっていくのではないかと、まあ、そういうことに対する期待なんかも出てきてますので、まあ、そういう点でも産業ロボットのところは注目してますさてその他の質問としまして、まあ、関連銘柄、まあ、新しく NISA も始まったんですが NISA で買えるような配当のいいものはありますかということなんですが何か思い当たるなりますかそうですね 今はそうですね、あの、もうすぐ3月期決算企業の配当値っていったところが、まあ、どん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 注目を集めてくるかなとっていうふうに思っているので、まあ、例えば、今回挙げた中だと大福は3月期決算っていうところで一つ注目なのかなとっていうふうに思うんですけれども、いかがですか そうですね。あとは6301の小松ですかこちら挙げてないんですが、まあ、同様、同様の,あのキャタピラが今回ですね、福島の方から説明があったかと思います。まあ、小松もですね、少し今似たような成長シナリオにはなっていくんですが、実はですね、あの、小松って、キャタピラとか、まあ、ユナイテッドレンタルズとか、まあ、そういったアメリカの会社がライバルなんですよね。で、彼らってどん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 値上げを、まあ、今、アメリカはインフレがどんどん進んでいっていましたので、値上げを行うことに対して、 して肯定的なような状態が続いていましたなので主戦場がアメリカである小松っていうのも実はですね値上げがすごく行いやすい環境というのが続いていましたまあ、そうした中でですねあの値上げ戦略がうまく業績に乗っか,かっているっていうこともありますしあとはまあ、中国全体の利上げそんな占めてないんですけれども小松というとやっぱ中国関連というイメージがありますよね,ですねイメージあと で、まあ実際ですね、筋のところでも祖国戦が目立ってるんですけれども、ただ、えー、足元の、まあ、トーンとしては少し、まあ、変わりつつあるということもありますし、まあ、中国の方もですね、まあ、まだまだ本調子ではないんですが、少し底入れに対する期待みたいなのも出てき始めています。まあ、そういう点ではですね、配当の利回り面、 であったりとか、まあ、業績のところですね、値上げをどんどんすることによって、まあ、利益を確保できるっていう体制づくりからしても、少し面白いのかなと。小松もですね、結構昨年と比べると大きく株価が上がってしまっていて、で、こう、 一気に買う銘柄としては難しくなってきているのかもしれないんですが、まあ、兄さんの配当関連のところで、設備投資関連のところでですね、買いやすい銘柄の一つとしては、まあ言えるのではないかなと思っています。まあ、こういう形でですね、あの、いろんな まだまだやみ上がりの部分っていうのは多い、まあ、セクターないし、えー、テーマではあるんですが、まあ、ちょうど株式市場というと、まあ、いいところいいところっていうのを先取りするような、まあ、傾向でもございますので、まあ、そういう点でもですね、少し今変化が業界全体に見られてきているという点で、まあ、面白いところとしまして、今回設備投資に関してですね、お話をさせていただきました。ということで、まあ、そろそろお時間となっていって、 きましたので、まあ、今回のセミナーですね、こちらで終了させていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。